2018年5月23日です、ねはい、の水曜日の朝です、えー。マルコの福音書の9章2節からお開きしたいと思います。マルコの福音書2章、9章2節から82ページ、1つ前のお話し方は75から6ですね。それから6日経ってイエスはペテロとヤクブとヨハネ妥協を連れて高い山に導いていかれた。 そして彼らの目の前で見姿が変わったその見衣は非常に白く光り世のセラシアではとてもできないほどの白さであったまたエリアがモースと共に現れ彼らはイエスと語り合っていたするとペテロは口出ししてイエスに言った先生私たちをこねることは素晴らしいことです私たちが負けを3つ作りますあなたのために1つモースのために1つエリアのために1つ実のところペテロは言うべきことは分からなかったのである彼らは恐怖に打たれたのであった その時雲が明け起こって、その人々を追い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。愛する天皇お父様、御言葉を感謝します。御言葉を通して語ってください。イエス様にあったしますアメンおはようございます。えー、っとですね。 えー、エス様はペトロとヤコブとヨハネだけを連れてこの3人12弟子の中でもこの3人を特別に、まあ、あのいつも扱われますけどこの3人だけを連れて、まあ、高い山に登っていかれるわけですねでそしたらその時彼神の彼あのエス様の姿が変わりますこれは本来の姿が出てきたんですエス様は本来栄光の神なのでなんかこう栄光に栄光が現栄光が現れて 非常に白く光り世の晒し屋ではとてもできないほどの白さだったと書いてあるんですけどこれはち、ねちまあ、この世っていうのは地上の,地上の姿ではないっていうかもう本来の神の栄光がこう、まあなんうかね現れたんですよね本来のね神がこ,ここもなんかね天狗、まあ、天狗言ったらもうそればっかりなんでしょうけども <laughs> そういうのねどんなんだったんでしょうねすごかったですけどまさに栄光が現れたんですねでそこに エリアとモーセが、まあ、どちらももうこの時天に帰ったわけですけどもエリアとモーセがいてでエス様と語り合ってたわけですねエリアとモーセがいてです、ねまあ、エリアとモーセがこうで来たんでしょうねで語ってたんですけどもそ,それを見た時、まあ、ペトロはちょっとびっくりしたというか表現できなかったでしょうねそれで思わずもちろんこの「口出しして」って書いてあるんですね。 まあ言ったない悪くはないですけど私のここ言うことは素晴らしいことです私は負けを作りますあなたのため一つ妄想のため一つ家のため一つ面白いのはこの後、実のところペトラは言うべきことが分からなかったあ,あんまりそのこう恐怖っていうのは怖いっていうんだけど何だか清さとか栄光に触れたらこういけというか恐れというか来たんですよね。面白いいいののはその時にあの黙っていればいいし、 ほーってひれくせえばいいんですけどペトロらしいですね何言っていいかわからないのに一生懸命口出ししてって書いて私たちもよくやりませんからね余計なこと言うとい <laughs>、ね、ただ、ね、あの聖書はすごい正直に書いてあるんですねだからといって石さんはペトロここは叱ってないし別に退けてないのでだから言っていいとは思いませんけども言ったからといってダメだということもないということですよねなんかすごく聖書は正直ですよね こういういの見てと,としますよねでそしてところが今日一番ポイントは7節8節なんですけどもそして雲が湧き起こってその人々が追われてどうなったかと言ったら神様から声が来て私の愛する子である彼の言うことを聞きなさいって言ったんですねそしたらもうエリアとモーセスはエリアっていうのは和田の代表ですモーセスは言葉の代表です10回だからね。 モーシは言葉の代表でエリアってのは技の代表預言者としてエリアは神の技を担った預言者でエリアほどの人はいないでモーシは実家を受けましたからまさに神の言葉の代表なんですねその神の言葉と神の技がの代表がいたんですけどそうしてでもこう言われた時そこにいたのはイエス様だけなんですだから神の愛する子はイエス様だけで,で我々そのイエス・キリストの言うことを聞きなさいということなんですねモースは神の言葉を ね、受,け受け取ったし神様の技をエリアは似合いましたけど我々は聞くべきなのは器ではなくてその器を通して語られている神ご自身キリストご自身から聞くってことなんですねこれは間違いないでください私の教会にたたいた器はパウロ牧師で私はパウロ牧師を尊敬しパウロ牧師を通して語ることを引きるって受け取らないといけません無理に関してはねしかしそれは語っておられる神様に聞くってことですわかりますよねここはねあの徹底していからないといけません神様に聞くんですねで ね、でででで私たちは本当にそのエス様に聞き、エス様に聞き、この方から受け取るんですね。で彼らが急いであると言いますと、自分たちの主人はエス様だけで、それにもはや誰もいなかった、つまりエス様だけだったということですね。で、イエス・キリストは私たちの主であり、この方に私たちは聞くんです。でその時神様は私たちに答えてくださる。エス様は間違えることはありません。もちろん私たちはね、聞き間違えることあるでしょうけど、だから、吟味はそいですけどもでも。 この主に聞くとあの日曜日の日にですねあの本当に神様がずっと祈ってたんですね一切に行くことができるようにっていうことでそのただ私はあの一緒に独自が来と祈ってはした人だと思いますけどもあの発表されたらもうすぐ決まるようにって祈ってたんです実は。でこれはまあ,ある意味で大,大胆というかですね自分自身がこうその前に。 ね、あの指定献金でもない限り絶対いけない状況だったんですけどもとにかくそういのったし実はこの中で教会から使わされるたいという願いが強かったんですけどもまあ祈ったんですねそしたらあの朝私は一切のことと示されたんですねまあ誰も言ってませんけどそうそしたらあの、まあ、あの献金が教会に与えている話が来てそして夜一切のことがパルクスから言われたんですよねびっくりしましたよね。 本当にとの見事だなと思って、まあ、ただあの一応教会のことなので牧師全員の確認を取ってそしてあのあの申し込んだんですねそしたらあの、えっと、14万5万五千円にもなってたんですね14万5千円十四万五千円朝でそうだからもっと上かったっ、まあでも、あのかあの哀れみでえっと 小津田さんはですね、私は昔からいますので、じゃあ、木原さんまで13万5000にしましょうってことになって、わ <laughs> かったですね、哀れみですね、昔からいることも、ね、でまあ、なぜうれ嬉しかったら、そしたら、あの少しでも、ね、安く済むとあの、助かりますからね、いろんな意味で、本当に良かったと思います。で 朝本当に,主,が主,に主に聞くと主が言ってくださって主が言われたことっていうのは主がちゃんと答えてくださるんだなっていうでこの主に祈っておいて主から言われたなら主はそれをなされるんだなっていうことを思いますまたそれ以外にもずっと祈ってきたことがあって6時間来たの中でそのことに関しても具体的に道が開かれてきてるんですよねで何ていうか,かあのそれと実はえっとねえっとあの 首都行伝の方からっっていうことと、ね、ちょっと前に示されたんですへえまたお口と語られたなとか思ってたら今回向こうからその手前じゃなくてお口に行きませんかって話が入ってきてるからやっぱ神様ってのは見事だなと思うんですよねだからあの本当にエス様は語られる方なんですねで私はこの方に聞くっていうことをねどうぞあの心しておいてほしいと思います主は語ってございます手話吟味はあ銀も,もちろん人ですよ でも確かに死は語られたならば主は語られたことをなしてくださいます。これをどうぞあの覚えてくださいで。確かに忍耐は必要なんですが、えー、語られて忍耐してきたことに関しては成就の時に来ていますので、忍耐のための忍耐はありませんから死に期待してください。成就が始まってきていますね。それは覚えてほしいと思います。はい、今日はここまでにしましょう。天皇とおさま、御言葉をありがとうございます。今日もあなたが天皇神御自身私を成功させてくださることをありがとうございます。S さんにあっておりいたします。 アメン。それでは、えっ、ー、と、この後は、えー、祈祷会に入っ